はい、ループ電流法の電解類。いきたいと思います。まあ、電解類のところは、ループ法と、濃度、電位法と二つありますけども、ループの方をいきます。はい、適当な電解類があって、全部の素子と電源を含むループを作りますと。で、ループの1に含まれる電源、ループの2に含まれる電源をベクトルとして書くと。次に、インピーダンスのマトリックスとして、ループの1に含まれる R1 と R2、ループの2に含まれる R2 と R3、全部足し算と。で、1、2と2、1のところには、ループの1とループの2の間にある R2 で、ループの1と2の向きが R2 に対して逆であればマイナス、同じであればプラスというのがちょっと面倒ですけども、意識して書くと。あとは L ソルブで RV としてやれば、ループ電流が2つ解けるので、1の方のものが最初のもので、2の方のものが次のもので、これとこれと両方流れ取る。まあ、回路図は平面的に書けるので、右と左の、プラスか引き算をしてやると、あいつの電流が求まるというものでありますと。今度は、両方とも同じ方向として電源2つある場合です。まあ、連立方程式を順番に解いていく方法が黒板でやる方法と。それで、クロアメル使って、インピーダンスのマトリックス分の、ループ1の方はここに E1、E2、ループ2の方向に E1、E2 を入れると、I1 と I2 がまとまるというので、クロアメルのこの、これかけるこれ引くこれこれを、デトというのを使って計算することができます。そうすると、デトを使って、それぞれのやつを計算すると答えが求まりますと。で、真ん中は両方とも上から下なので足してやると、これが R3 の電流ですと。で、マスカードでやるときには、まあ、こう解いていってもいいですけども、一番いいのは、電源のベクトル、インピーダンスの接続状態を表すマトリックス、同じ方向なんで、ここプラスになってます。で、L ソルブの R と E でやると、いっぺんに解けると。で、真ん中のやつは両方足したやつで、極めて問題、答えというふうに記念できます。ちなみに、日本の教科書では、2×2 のこれか、3×3 のこのデトが使うまでで、未知数が4つ以上のものについては、問題としても、例題としても出ていないのではないかと思います。はい、以上です。